すげえかっこいいオープニング。甲子園5実況プレイ始めます。特徴、登場校の名前は全て実在する高校が元になったり、その数は4000億より、はい、阿波高校使いますと、阿波水産高校使いますと、阿波水産高校の選手の能力を見ますと。で、PL なんか使わねえよ、お前。おお、なんだなんだなんだ、もちろん千葉でしょ。わあ、水産高校すげえ、え、阿波校もあるなあ、阿波農業高校もある、すごっ、阿波南、え、びっくりだ、浦安南か、阿波南って女子校だぞ、すげえ、稲毛もある、え、鴨川井第一高校、お前鴨井って千葉未来高校で偏差値15ぐらいのあれだぜ、俺が中学校3年生の時に鴨井落ちたやつから加藤分数って何なんだって聞かれた、あの伝説の鴨井、ヨット部ある。はじめまして、私が野球部のマネージャーよ。これから仲良くつけ、ちなみに阿波水産高校に女の人なんかいないから、これ偽物だな、外部だ。君たちの目標はもちろん甲子園大会に出場して優勝することだよね。いや違う、俺暴力事件を起こさないことにしよう。甲子園なんか夢のまた夢だから、まずは暴力事件を起こさないということを目標にやっていきましょうか。俺がこのチームの監督だ。俺は中途半端な、え、ちげえ、阿波水産高校の監督は野球経験のない60歳ぐらいの数学のおじいちゃんだったぞ。おい、お前ら、タバコ吸んじゃねえぞって。俺が学園祭の時に、自分の母校の学園祭の時に水高見に行ったら、おい、お前ら、タバコ、校内でタバコ吸んじゃねえぞって言ってたぞ、数学の先生が。で、ユニフォーム着ないで緑色のジャージでやってたぞ、野球。俺は中途半端は嫌いだから、目標は甲子園大会優勝だけだ。練習もその分厳しくなるが、覚悟しろ。やっぱ禁煙だろうな、まずな。タバコ吸わしてくれねえだろうな。お、加藤いる、おい、加藤いるぞ、おい、加藤がいる、ちょっと待って、加藤に目をかけていこう。加藤いるんですけど、ねえ、背番号16、お前、一番でかい背番号背負ってんじゃねえか。おい、水高ですら俺、レギュラー取れねえのか、おい。さあ、モーションとかやろうぜ。あ、上村、山口、え、加藤は、あ、ピッチャーか。いえ、マックス144キロ、え、目指せる甲子園、おい、甲子園目指せるなあ。え、甲子園目指せるぞ。アンダースローで100、おお、なんだこのゲームは、なんというゲームなんだこれは。引いたね、引きましたね。引いたね。なんの概念なんだよこれ、おい。ちょっと見てみよう。いいね、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 いいじゃん、いいじゃん。上村の球速が、おい、30キロ落ちた。考え直してくれ、上村。ちょ、戻してくれよ、なあ。なあ、上村戻してよ、返してよ、上村。でも、これは戻せない。崩された、育成に失敗した。いいね、ちょっと待って、これちゃんとやればさ、球速30キロ落ちちゃったよ。ちょっと壊れちゃった、上村が。やべえ、上村に超悪いことしちゃった。あ、サウスポーだ。なんで基本アンダースローなんだよ、水高は。全員アンダースローじゃねえか。なんて高校なんだよ。本格、オーバースローくれよ、なあ。一回壊れたらもう元に戻んないの。一回壊れて元に戻らないんだったら俺がもう好き勝手改造する。だってもう元に戻らないんだから、こいつは。もう帰ってこないんだから、キャッツは。上村、
上村、上村はもういない。打てるわけねえ、打てるわけねえよこいつ。なんでこ、クローズとオープンね。よしよしよし。意味が、おなんだこのゲームは。なんだ今の、今二塁に行ったぞ。なんだこのゲームは。分かってきたぞ。でもセカンド投げれないからファースト。お前ら何してんだよ水庫。何やってんだお前ら。早く拾えバカだね。早く拾いに行け球を。おい誰か拾え。よし、なんだこのゲームは。全然通用してねえ俺の1。ズザーズザー。あらかじめ抜ける程度動くな、止めに行け。よし、ゲッツ。あ、やばい、ちょっと待って、やばい、あ、来た、あ、ちょっと、なんでそれで3年までいかない。なんだこいつら、終わってやがる、やめちまう。お前ら終わっとるんや、お前ら終わっとるんや。何してんだ、取れよ。おい、キャッチャー何してんだ、止めろよキャッチャー。そう、キャッチャーだろこれ、アンパイアか今の。やべ、吸い込む悪い癖出てきてる。相手も笑ってんだろ。おい、あいつらのチームさ、全員アンダースローだぜっつって、いつの間にかオーバースローになってる。お前いつの間にかオーバースローになってる。なんでお前オーバースローに変えたんだ。先生の許可なくオーバースローに変えるなよ。ねえ、いつの間にかオーバースローになってる。なんでこいつ。ギガッ。そう、悔しい、マジで。俺の水庫は負けてねえ、これいつかリベンジするわ。練習試合勝つまでっていう阿波水産高校、今まで未だかつてない縛りだろうな。阿波水産高校で優勝するまでやる男。いやでもおもろかったなこの甲子園。いや、上村のさ、な、上村のさ、フォームさえ壊さなければ、高み目指せたんだよ、まだまだ。